はい、皆さんこんにちは、太田ゆいです。さあ、今日はですね、どこに来ているかと言いますと、じゃーん、こちらは東京銀座でございます。このね、東京銀座のですね、松屋銀座っていうビルの中で、じゃーん、アニメージュとジブリ展っていうね、展示会が1ヶ月間ほどされていて、で、私は先行抽選に当たりましたので、今からね、早速行ってみたいと思います。まあ、そもそもね、ジブリっていうのはアニメージュっていうね、雑誌から始まったので、のアニメージュっていう雑誌とジブリがどんな歴史を歩んできたのかっていうのがね、展示されているみたいです。で、今回はね、限定のグッズだったりとか、あとカフェではね、コラボメニューもあるみたいなので、そういうのもね、ちょっとレビューしていけたらなと思います。というわけで、もう今ね、結構入場時間ギリギリなので、早速行きたいと思います。行ってみよう。はい、松屋銀座は銀座駅から歩いてすぐ。実はね、銀座駅の地下にはこんなね、ポスターがたくさん貼られているのですが、今回はね、アニメージュなので、そうなんです、ガンダムやいろんなアニメのね、表紙が貼られているので、ジブリ好きさん以外の方も楽しめる展示というのが分かります。やばい、遅刻する。8階まで登らなきゃいけないんだけど、なんか今回はね、入場制限があるみたいなので、2時間ぐらいしか見れないみたいです。ちょっと早く行きましょう。12時のチケットを買ったので、かなり急いで展示会場に向かったのですが、ここで気づいたのですが、なんと同じ12時入場でも6ブロックに分かれていたんです。私はね、 F の28番なので2ブロック目だったので良かったのですが、最後の J の方だとかなり時間が違うので、これは注意でした。少し時間があるので、コラボカフェを覗いてみることに。お店の前にはメニューが出ていたのですが、もう気になりすぎる。もうジブリの世界観を表したメニューがいっぱいありまして、中でもこちらのアーヤと魔女のね、ジブリ飯を再現したやつもあったりして、もうこのアーヤと同じものが食べれるっていう、もうかなり激アツな内容になっておりました。そんなこんなで時間を潰しておりますと、まもなく入場です。やってきました、アニメージュとジブリ展。まず入り口を入ってすぐには、もう早速圧巻の展示があります。なんと歴代アニメージュの表紙が一堂に会しているんです。ナウシカ連載再開という文字の表紙や、他にもガンダムのね、表紙もたくさんあったりなんかして、なんかちょっと懐かしい気持ちになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。もうこれを見るとね、いかにこれまで名作のアニメとアニメージュが関わってきたのかっていうのがね、すごくわかるようになっていました。中でもね、私が好きだったのはこのなんかちょっと都会風な機器の表紙です。他にも鈴木敏夫さんのサインがあったりとかして、これも嬉しいのですが、最初のパネルにはこのアニメージュが初の商業アニメ雑誌として日本のアニメ業界をどれだけ盛り上げてきたのか、そこが分かるようになっています。しかしながら、ここからはね、会場限定でしか見れないので、要約するとですね、当時アニメという言葉さえなかった時に、どうしてこの商業雑誌アニメージュができたのか、子供向けだと思われていたアニメがどのようにして若者世代に広まっていったのか、そしてそこから名作ガンダムができるまでを、当時の紙面だったりとか実際のインタビューを聞いたりして、とても分かりやすく教えていただきました。そしてその展示エリアにはこんな貴重なものまでありました。なんと初期プラモデルによる当時の名場面をね、立体的に再現したものがあったんです。こちらは私が大好きな黒い三連星。私はね、世代ではもちろんないので、父の影響でアニメを見たりとかゲームをねしていたんですが、よくこのね、ドムを使ってました。まあ、そういう意味では私はね、ジオン派だった気がします。
そしてこちらはバオアクーの攻防戦を、これまたジオラマで再現されていました。これもね、宇宙船のそのなんか浮いてる感じとかもちゃんとね作り込まれていたんですけど、当時アニメを見られていた方からすると、あのシーンだっていうね発見があるのではないでしょうか。でやっぱり皆さんの足を止められていたのがこのラストシューティングですね。アニメの終盤のね、もう本当にもうこれこそっていうような名シーンをこのプラモデルでもね再現されていました。これやっぱりね名シーンということで、もう皆さん記念写真をね思い思いに撮られておりました。他にもですね、当時のセル画だったり絵コンテだったりとか、もうどれだけガンダムという作品が作り込まれていたのかっていうのがねこう解剖されていたりとかするんですが、ここから展示は宮崎駿さんのエリアへと移っていきます。宮崎駿さんがカリオストロの城を作るに至った経緯だったり、そこからナウシカに移ったり、アニメージュとジブリの歴史がいよいよ紐解かれていきます。もうこれについてはね、ここだけでしか見れないセル画があったりとか本当にすごかったんですけど、もう一言で言うと見どころがね多すぎました。そして展示が後半に行くと、今回だけの特別な展示が見られるようになっています。中でも見どころはこちらのナウシカの風使いの不快小族です。これは造形師竹谷隆之さんが監修されたもので、本当に間近で見てももうそっくりというか、もう本当さっきまでナウシカが来てたんじゃないかというくらいの、それくらいリアルに再現されていました。この辺りの件もそうですね。あとチコの実があったりとか、あと虫のね笛があったりとか、もうなんかほんとナウシカが実在するんじゃないかっていう、まあ、こういうね、まあ、リアルに感じられるような取り組みも紙面ではされていたそうで、作り手の世界観だったりとかアニメのこの精巧さが伝わるように当時から紙面を作られていたそうです。でこちらはですね、秋田県のおなり座っていう小さな映画館でいつも手書き看板を作られていたそうで、ボランティアの方がね書かれたこのナウシカの当時のポスターがなんとこの展示会に来ておりまして、私本当は秋田に見に行こうと思ってた看板だったから、もうこれはちょっと感慨深かったです。そしてこちらは当時のね紙面だったりとか、そういうカラーで表されたものです。なんかねよく見るとね、このシータの絵とかちょっとね違うんですよね。うわー、こういう絵も描かれてたんだっていうね発見があったりとかして、でこっちにはそのラピュタの城をですね、こんなに大きく圧巻の迫力で再現されたりしていて、もう本当にちょっと涙が出るくらい感動してしまいました。こうして約2時間展示をね堪能してきました。ということで終わりました。最後にグッズも買ってきまして、めちゃめちゃ大量に買ったので、これはまたねグッズ紹介をしたいと思います。いやーマジでやばかった。もうこれはジブリファンにはたまらないし、あとやっぱり今回はアニメージュとジブリなので、ガンダムだったりとか、そのアニメージュっていう雑誌がこれまでアニメとともにどんな歴史をこう培ってきたのかっていうのがピックアップされてるので、ジブリ好きさん以外にもアニメ好きな人にはねすごく刺さる内容だったと思います。なんかいかにアニメージュ、また鈴木敏夫さんがこのアニメブーム この基礎をどれだけ作ってこられたかっていうのが、ね、めちゃくちゃ分かりました。しかもさ、音声ガイダンスがクラリスとナウシカの声の方なんですね。もうなんかセリフを言ってくださったりとかして、めちゃくちゃ感動しました。島本さんっていう方なんですけど、もう泣けるも鳥肌が。で結構グッズもね、今回だけのオリジナルグッズがめちゃくちゃあって、かなり爆買いしたので、ぜひそちらもね楽しみにしてください。かなり熱いですグッズも。はい、ちょっとねこの興奮冷めやらぬ中ではありますが、コラボカフェにも行ってみたので少しだけ様子を紹介したいと思います。コラボカフェにはこんな感じでね、ジブリに関連したご飯だったりスイーツがたくさんあります。その中で私が選んだのはこのシェパーズパイのプレートと飛行石のレモネードです。他にもね普通のカフェメニューっていうのももちろんあるんですけれども、せっかくなのでねいただいてみました。まずはこちらの飛行石のブルーレモネード。バルスというと
お店の方が入れてくださって、そうなんです、こんな感じでね、飛行石のようにピカピカとレモネードがね光るんです。どんな味かと思って飲んでみると、すっごくね、あのレモンの酸味がね爽やかでした。ちょっとね、あの生姜が入っているみたいで、なんかその生姜の香りもありつつさっぱりしていました。そしてもう一つが、アーヤと魔女に出てきたシェパーズパイプレート。これがね、気になっていた。シェパーズパイっていうのはね、イギリスのなんか国民食らしいのですが、アーヤと魔女に出てくるそのシェパーズパイを再現したね、プレートになっていました。パンとね、スープもついています。私はね、シェパーズパイ初めてなんですが、まあ、まずはね、スープから飲んでみます。これはね、まあ、クラムチャウダーみたいな味というか、まあ、なんかベーコンが入っていたのですが、ミルクっぽいスープでしたね。そして本命のシェパーズパイは、これね、下がミートソースみたいな感じで、上がマッシュポテトなんです。そこにコーンとかいろんなのが入ってるんですが、これがね、なんかあーや好きなのわかるわーっていう味、あのお子様にすごくね、いいと思います。本家はね、ラム肉だったり牛肉を使うのが一般的だそうですが、これは多分ね、ラムじゃなくて牛肉だと思います。トマトの味が濃いめで、そこにね、こうマッシュポテトを混ぜると、すごくいい感じでした。で、これがなんかハイジの白パンみたいなふわふわパンなんですが、これはね、すごくふわふわしてて美味しかった。でこのパンにこのシェパーズパイをちょっと乗せて、でこれ贅沢にね食べてみると、これがね最高でした。これ朝ごはんに確かに食べたくなるやつですね。結構ね、映画で見てるとシェパーズパイって言ってるからパイ生地だと思ってたけど、マッシュポテトっていうのはね、これ発見でしたね。はい、ということで、これにてアニメージとジブリ店とコラボカフェも堪能したので帰りたいと思います。なんかもう見どころもいっぱいだったし、カフェも行ったし、本当にお腹いっぱいです。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。というわけで、今回の動画も楽しかったよとか、いいなと思ってくださった方は、いいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。また感想とかね、ぜひコメント欄に書いてください。というわけで、また次回の動画で元気でお会いしましょう。またねー。